じゃんじゃんじゃん。じゃんじゃんじゃん、こたつぴょん。今回の動画は、フォロワー様から猫の手相占いがあるという情報をメッセージいただき、早速調べて、こてつとさくらの手相を撮ってみました。肉球の形によって、そのにゃんこの性格診断ができるそうです。タイプは A から E の5種類ありました。まずは肉球の形によって分かれているタイプを順番に見てみましょう。 A ハート型、愛想が良くて甘えん坊、構われるのが嬉しい愛されタイプ。 B 丸型、ちょっぴり野生の雰囲気も残る体育会系タイプ。C 平たい型、静かに過ごすのが好きなインドア派タイプ。 D 平たい型、怖がりで引っ込み思案、ついつい構ってしまうタイプ。 E 全体が三角、わがままに見えるけど本当は繊細、我が道を行く猫の中の猫タイプ。それでは、さくらとこてつの肉球写真を撮ったので見てみます。はい、それじゃあまずはさくらから。これは E の全体が三角のタイプかな。わがままに見えるけど本当は繊細、我が道を行く猫の中の猫タイプ。これは結構合ってると思います。はい、次はこてつ。こてつの形は D の平たい型、怖がりで引っ込み思案、ついつい構ってしまうタイプ。こてつの性格からして愛想が良くて甘えん坊のハート型かなと思ったんやけど、肉球の形は平たい型でした。皆さんの猫ちゃんはどのタイプでしょうか？肉球占い、よかったらやってみてください。ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、じゃんじゃん、こてつギター。